皆さんこんばんは。オカリナ&マリンバデュオ森の歌です。こんばんは。はい、どうでしょうか。音声と画像問題なく届いていますでしょうか。まあ、聞こえていたらチャットに書いていただけるとすごく安心して進められます。はい、本日第5回目の配信コンサートということで、やっていきたいと思いますので、お付き合いください。お願いします。はい、ちょっと接続安定するまで、まあ、お人人数がちょっと安定するまで少しお話をさせていただきたいと思いますので、お付き合いください。このコンサートなんですけども、新型コロナウイルスの影響で、まあ、音楽イベントに限らず多くのイベントが中止になってしまいまして、家でいろいろと、ね、やることを探している方も多いんじゃないかなという今日この頃なんですけども、我々が何かできることはないかと思って考えまして、自宅にある、まあ、練習用の防音室なんですけども、から配信でコンサートをお届けしようと、でしかも週1頑張ってお届けしてみようという、企画でございます。いよいよ第5回目ということで、配信をしていくんですけども、皆様に少しでも楽しみとか癒しとかがお届けできたら嬉しいなと思います。はい、で、まあ、コンサートということでできるだけ音質に気を配って配信はしているんですけども、なのでよければイヤホンとかスピーカーとかで聞いていただけるとより楽しんでいただけるのではないかなと思います。はい、さあそれではそろそろ1曲目の演奏に行きましょうか。はい、1曲目に演奏させていただきます曲は、まあ、リクエストでいただいた曲なんですけども、クラシックの曲から1曲お送りしたいと思います。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲の G 線上のアリアと、ね、まあ、有名な綺麗な曲があるんですけども、その曲を今日は最初にお届けしたいと思います。それではお聴きください。Thank you.
ありがとうございます。次戦場のアリアお聞きいただきました。はい、 OK です。聞こえていますよって、ね、書いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。なかなかね、この曲緊張するんですよね。そうですね。すごい心拍数が、はい、さて、それでは次の曲の紹介に行きたいと思うんですけども、今日5月9日ですよね。はい、うんうん、明日は何の日か皆さんご存知ですよね。もちろん大丈夫ですよ。はい、明日何の日でしたっけ。はい、明日は5月の10日なのでコットンの日です。コットンの日、うん、はあ、なるほど。そんな記念日があるんですか。そうですよ、コットンの日、はい、明日は5月10日、皆さんご存知、はい、コットンの日ね、はい、コットンの日ことなんですけど、いや、もうちょっとメジャーなやつがね、あると思うんですけど、もうちょっとメジャーな、日本気象協会創立記念日も5月10日です。日本気象協会創立記念日。そうです、そうです。なるほど。すいません、全然存じ上げていなかったんですけども、5月10日はそういう記念日なんですか。そうです、そうです。なるほど、全然知らなかったです。もうちょっとメジャーな日として皆さん知ってるのがあると思うんですけどね。紅茶のリプトンの日です。リプトンの日、そんなのもあるんですか。あ、そうです、そうです。紅茶のあの有名なリプトンですよね。そうです、そうです。あのリプトンの創業者の、トーマス・リプトンさんが生まれた日で、リプトンの1号店ができた日です。が5月10日なんですか。そうです。キリッ、まず大前提としてリプトンさんっていう人がいたんだっていうレベルの、すいません、知識のなさで申し訳ないんですけど、すごく有名な話なのかもしれないですけど、はい、あの有名な紅茶のリプトンですよね。そうそう、あの有名な紅茶のリプトンさんが生まれたのが明日5月10日。そうそう、いちご店ができたのも5月10日。そうそうそう、で紅茶のリプトンの日、リプトンの日です。はあ、なるほど。なんかすごく新しいことが勉強になったような気はするんですけど、いや、そうじゃなくて、メジャー、もうちょっとメジャーに、一般的に日本人からすると5月10日、うん、母の日ですかね、まあ、5月10日というか第2の日曜日ということですかね。はい、という感じで、はい、皆さん5月10日はリプトンの日ということで、この際ちょっと新しい知識をね身につけていただけるといいのかなと思います。はい、そうですね、私もめちゃくちゃ調べました。母の日ですって書いてありがとうございます。マザーズデイ、ありがとうございます。これめっちゃ調べたんですか。はい、めっちゃ調べました。はい、何でしたっけ、1個目コットンの日はまだ分かるでしょ。5月10日でコットンの日でしょ、うん、日本気象協会創立記念日。なるほど、もう全然僕はピンとこなかったんですけどそうだね、とリプトンの日と、はい、そして今年はさらに母の日ということで、はい、まあ、我々もなかなか僕も岡山県が実家なんですけども、実家にもなかなかね、この時期に帰るわけにもいかないのでずっと大阪にいるんですけども、まあ、明日母の日ということで、まあ、ちょっと日頃の感謝を込めまして、さらに言うと今日まあこうやってたくさんの方が視聴していただいてますので、その視聴していただいた皆さんへの感謝も込めまして1曲お届けしたいと思います。生き物係さんのありがとうという曲を今日は演奏したいと思います。それではお聴きください。Thank you.
がとうございました。生き物がかりさんありがとう。お聴きいただきました。はい、じゃあ次の曲の紹介はカニさんにお任せをしたいと思います。はい、次にお届けいたします曲は、イタリアの曲です。フニクリ、フニクラです。実は世界で一番古い CM ソングとして作られたと言われています。日本だと、替え歌の鬼のパンツ、あの鬼のパンツはいいパンツですね、その替え歌の元になった曲です。で、私たちのアンサンブルではイタリアの曲を演奏することが多いんですけれども、大体というかほぼ 100% ぐらい佐々木さんが編曲して持ってきてくれるんですけれども、なぜイタリアの曲を私たちレパートリーが多いんでしょうか。イタリアの曲をたくさん書こうという意思はあんまりないんですけど、オカリナっていう楽器が今のこの形になったのがイタリアの、ブードリオという小さな町で、この形になったんですけど、まあ、その関係もあってイタリアの曲を取り上げたりする機会が多いのはあると思います。へー、それだけ。それ、そうですね。あと理由があるとなんかすごい絞り出さないといけない感じになってますけどね。イタリア発祥の楽器なんでイタリアの曲やると確かによく合うと言えばよく合う、オカリナにはねすごくよく合うんで、すごいオカリナ目線で曲を選んでるっていうふうにいうことなのかもしれないですけど、それもあってイタリアの曲がちょっと多いのかなと思います。なるほど。ちょっとこれ古いネタとして相当多分古いんじゃないですかね。時代感じてますね。はい、まあ、そんなわけで、なので、YouTube コンサート何回かやってるんですけれども、そういう関係でちょっとイタリアの曲っていうのを多めに取り上げてはいます。で、今回演奏しますフニクリフニクラもすごいオカリナ の明るい音色がすごく際立つ軽快な曲です。どうぞお聴きください。フニクリフニクラお聴きいただきました。はい、ちょっと軽快な曲をお聴きいただいたので、次は少ししっとりとした曲で、お送りしたいと思います。
イタリアの次なんですけど、まあ、日本の曲というにはちょっと難しいんですけども、服部良一さんが作曲をされました蘇州夜曲という曲を次にお送りしたいと思います。リコーランさんが、まあ、歌うためにシナの夜というね、映画のために書かれた曲みたいですね。はい。で、まあ、テーマがテーマなのでどうしてもちょっと中国っぽい雰囲気はかなり強くあるんですけど、日本と中国のイメージをなんか足したような感じというか独特な世界観があって綺麗な旋律だなと思って最初にまあこの曲を、取り上げたことがあるんですけども、まあ、なんか今もいろんな朝ドラとかでもねなんか取り上げられたりとかすることがあったりとよく耳にすることのある綺麗な旋律なのでその曲を次にしっとりと1曲お届けしたいと思います。で、オカリナっていうと一般的にはまあなんか大体これぐらいのサイズのものを指すんですよ。なんか遠すぎていまいちよくわからないと思うんですけど、はい、まあなんか10センチから15センチぐらいのものが一般的にオカリナってよく言われるサイズなんですけど、それよりは一回り二回りぐらい大きい、これまあちょっと専門的な呼び方で言うとアルト G 管って呼ばれるサイズなんですけどを使って最初の方メロディーを吹きたいなと思いますので、僕基本的にオカリナを演奏する中で大きいが好きなんですよね。なんですけどどうしてもちょっとマイクの拾いの都合とかがあったりしてなかなか本番とかでもメロディーでは使いにくいんですけど、このサイズで前半吹きたいと思います。はい。さあそれではお聴きいただきましょうか。はい。では蘇州夜曲お聴きください。
ありがとうございます。蘇州夜曲お聴きいただきました。だいぶなんかしっとりとした雰囲気になったかなと思うんですけども、さてそれでは次の曲が今日の配信のプログラム最後の曲でございます。さっきも映画の、音楽からだったので、もう一曲映画の音楽から演奏させていただきたいと思います。1965年でしたかねのアメリカの映画サウンドオブミュージックという、まあ、もう名作中の名作の映画なんですけども、僕も大好きで何度も見た記憶があるんですけども、の映画の中から、あの曲、映画の中にはすごい有名な曲がねいっぱい出てくるんですけども、もう教科書にも多分散々出てくるぐらいの曲ですよね。はい、でその中から5曲の曲を選びまして、メドレーにしたものを演奏したいと思います。はい、で、そうか、最後の曲の前なんでご案内しとかなきゃいけないんですよね。はい、はい、もうすでに登録していただいている方もおられると思うんですけども、まあ、今日の配信気に入っていただきまして、また聞いてやろうという方がおられましたら、ぜひまだでお済みでなければチャンネル登録出ますかね、はい、あ、出ました出ました、チャンネル登録っていうボタンがありますので、そこからチャンネル登録をしておいていただけると、また何か動画を上げましたよとかっていう、お知らせが届くようになりますので、まだお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい。それでは次の曲というか、うん、プログラム最後の曲に行きましょうか。はい。どうしました？何かありましたか？この曲は、佐々木さんがアレンジ、ね、はい、してくださったんですけど、なんか今回どうやらやたらお金をたくさん使うらしいということが昨日練習してて判明しました。そうですね、その話すっかり僕今忘れてましたね。ねー、はい、そうなんです、さっきの曲とかでも持ち替えはしながらオカリナを吹くスタイルで演奏してるんですけど、例えばまあ今日の最初の方の曲なんかは1曲を1本の楽器で吹くっていうねスタイルなんですけど、次の曲サウンドオブミュージックセレクションっていう、まあ、曲なんですけども、その中には5曲の曲がありまして、5曲に対して使う楽器の本数がまさかの8本っていう、誰がアレンジしたんだよっていうね、誰やろ、まあ、僕がアレンジしたんですよね、はい、あんまりなんか数のこと考えずに綺麗そうな音域を選んでいった結果、なんかやたらめったら持ち替えないといけないっていうねアレンジになってしまったようでございます。はい、で、出てくる曲一応先に紹介だけさせていただくと、メインテーマのサウンドオブミュージックで、私のお気に入り、エーデルワイス、ドレミの歌、そして最後がすべての山に登れという5曲のメドレーの形式になっています。まあ、楽器をどこでどのくらい持ち帰るのかっていうのもちょっと楽しみながら聴いていただけたら嬉しいかなと思います。それでは最後にサウンドオブミュージックセレクションお聴きいただきたいと思います。
がとうございました。サウンドオブミュージックセレクションお聴きいただきました。さて、まあ、プログラム最後、配信最後の曲が終わったわけなんですけども、次回をどうするかというね、いつになったらこの自粛は解消されるのかというね、まあ、いろんなところでいろんな情報が出ていますが、今のところ、緊急事態宣言やら、まあ、イベントの自粛やらの解除、今のところまだ目処が立ち切っていないんですけど、まあ、なんか来週のあたりにはもしかしたら指標が出てるのかもしれないなという感じではあるんですけども、今のところその目処立っていませんので、来週もやります、やりますということで、次回なんですけども、5月16日の土曜日ですねの20時から夜8時から、また配信をしたいと思いますので、また最後の画面でもね出したいと思いますので、ご確認いただいて、また、聞きに来ていただけたら嬉しいなと思います。お願いします、はい、すみません、皆さんチャットいっぱい書いていただいて、なんかあの本当にチラチラとしか読めていなくて申し訳ないんですけども、アンコールのメッセージをいただいております。わー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、いや、なんかすごく皆さ ん, なんかたくさん書いていただいてるんですけど、あの終わったらゆっくり読みますんで、すみません、なんか喋ってる時にチラッと見える程度でしかチャットが終えてなくて申し訳ないなと思うんですけど、今日は一番、はい、あの最年少のお客様はなんと1歳とのことでした。さっきチャットでチラッと見た1歳のお孫さんと一緒に聞いてます。あ、お孫さんとのビクセル1歳が書いてるの。あ、ちょっとなるほど。で、フニクになんかこうノリノリでこう、ノリノリでそうかは分からへんけどノリノリで聞いてくださっていたっていうのはチラ見しました。もうなんかそういうコメントいただくとすごく嬉しいですね。そうですね、はい、もうどんどんあの書き込んでいただいたり、なかなかチャット書き方が分からないっていう方、あの個人的にメールいただいたりすることもねあるんですけども、ホームページからあのメールでもちゃんと受け取れますので、いろいろと感想をお聞かせいただけると嬉しいなと思います。さあ、それではアンコールにお答えさせていただいて、もう一曲だけ演奏させていただきたいと思います。最後は日本の歌で一曲お送りしたいと思います。まあ、ちょっと季節が今ドンピシャかと言われると難しいんですけど、夕焼け小焼けという曲を、マリンバとオカリナで最後に演奏させていただきたいと思います。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですかね、はい、はい、さて、はい、大丈夫です。はい、それでは最後に夕焼け小焼けお聴きいただきたいと思います。
ありがとうございました。夕焼け小焼けお聞きいただきました。はい、それでは本日の配信ここまでということになりますので、ですが、チャンネル登録、先ほども言いましたが、お済みでない方はぜひお願いいたします。また高評価なんかもね、ポチって押しといていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、先ほども言いましたが、また次回、来週の土曜日8時から配信をしたいと思いますので、どうぞそちらもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ですか、うん、はい、では次回、5月16日の土曜日にお会いできるのを楽しみにしております。それでは、終わりたいと思います。では皆様ありがとうございました。また来